サニシキドリョウはレンドラに、富士は、赤西軍団にベッド。テレビ各局が見据える、ジャニーズなき世界。サニシキドリョウはレンドラに、富士は、赤西軍団にベッド。テレビ各局が見据える、ジャニーズラウンタウンの松本人志、60と元スマップの中井正広51が MC を務めるバラエティ番組、松本中井、 フジテレビ系が12月3日に放送され、次回のゲストとして、現カトゥーンの赤西仁39と俳優の山田孝之40が出演することが発表され、一部で話題を呼んでいる。3日の番組ラストで中井が今年最後の放送になるのかなは、赤西仁さんと山田孝之君と伝えると、松本は驚いたように、はい。と応じた。 中井が表情を変えて、赤西仁さん、赤西くんと繰り返すと、松本も、久しぶりよね。久しぶりというかフリーになってからテレビ出てないでしょ、と応じた。これに中井も、出てないですよね、と返し、10年ぶりのバラエティ出演、とテロップで表示されると、仲井つもりで出るんだろう、とコメントして、スタジオの笑いを誘った。 赤西の10年ぶりのバラエティ番組出演に。17日の末も2中井のゲスト、赤西人と山田孝之えジンダカ。マッチでニクンが久々の地上波激アツすぎる楽しみすぎる中井くんとのコラボも去年嬉しい。こっから1週間頑張れる。ジャニーズへの忖度が完全にフジテレビで赤西人復活は草。 いい意味で言うけど、赤西人が地上波のゲストで呼べるのも、ジャニーズ弱体化の恩恵なんだよね。などのコメントが寄せられた。芸能プロ関係者が話す。SNS のコメントにあるように、赤西さんの10年ぶりのバラエティ番組出演が実現したのも、ジャニー北川氏、去年87の課外問題の影響が大きいでしょう。 NHK 紅白歌合戦にも、旧ジャニーズ事務所所属、アーティストの出演はなく、紅白は K-POP 系アーティストに振り切った。そして民放各局も来、ジャニーズなき世界を想定しているようです。特に富士テレビは、赤西軍団を重宝しているようにも思えてきますね。赤西、元関ジャニエイトの錦木土三十九、山下智久。 38らは、赤西軍団十数年ほど前にはよなよな、東京六本木や西麻布などの繁華街で飲み歩いていたほか、クラブに入り死るなど派手に遊んでいたことで知られる。そんな、赤西軍団の面々をめぐっては、山下がフジテレビの2024年4月9日30日発売の、週刊文春文芸春秋が、 災害から人命を守るヒーロー的な役柄を演じる主演連続ドラマが控えていると報じた。さらに2024年4月クールに赤素栄治29を主演に大病院を武州物のサスペンスをやること、重要なポジションに錦戸がキャスティングされているとも報じている。赤西さんは旧ジャニーズ事務所退所後もファンクラブ運営が堅調で、 年間では億単位の稼ぎを生み出しているとも言われています。江戸さんも赤西長の経営でファンクラブをベースに安泰な生活を送っているようですし、6月にネットフリックスで配信されたドラマ、離婚しようよにも出演。ここ最近は俳優業でも改めて存在感を示しています。全土、山下は旧ジャニーズ事務所を退所後の方が俳優業が順調だ。 2022年6月にネットフリックスで配信された映画、マンフロムトロントに出演。今年6月には主演映画、シーヒアーラブ見えなくても、聞こえなくても愛してる、がアマゾンプライムビデオで配信されたほか、9月からは主演ドラマ、神の雫、ドロップ・オブ・ゴッド・フールーの配信もスタート。 2024年1月からは主演ドラマ、正直不動産 2NHK 総合のスタートも控えている。ただ、携帯電話持ち去り事件以降、赤星軍団とは距離を置いていますね。前室の芸能プロ関係者2014年6月、六本木の路上で口論になった一般女性の携帯電話を持ち去ったとして、 山下が器物破損容疑で書類送検されていたことが明らかになった。同年10月、東京地検が不起訴処分が、その騒動の場には赤西と西木ども居合わせていたという。三人でクラブ遊びをしていた際に、その場にいたカップルとトラブルに発展。にもかかわらず、山下さんが日立で書類送検されてしまったんです。確かに、 携帯電話を取った実行犯は山下さんなのかもしれません。おそらく隠し撮りなどがあったのではないでしょうか。しかし、トラブルになった際、被害者カップルに罵声を浴びせていたのは、さんと、西木戸さんの二人で、山下さんは一人冷静に二人を制していたという報道もあります。山下さんからすれば、二人のためと思ってやった行動だったはず。それなのに、 自分だけが犯人扱いされたことが、山下さんは許せなかったんじゃないでしょうか。ですので、正確に言えば、山下さんはもう、赤西軍団ではないですね。全道それにしても、明らかにフジテレビに押されているようなかつての軍団。テレビ各局はジャニー氏の加害問題により、旧ジャニーズ事務所を切るような動きを見せています。 それほどスポンサー各社の見方は厳しいんです。ドラマもバラエティの大型番組も1月期まではすでに決まっていたものは多い。しかし、来春の改編期4月以降はまだ CM スポンサーへの説明を含めてスケジュール的に対応できると。だから来春以降は旧じゃ地上波番組への露出は大幅に減ると見られています。 そして、フジテレビでは、山下さんも含めて、人気も実力も兼ね備える赤西軍団が重宝されるような状況になっているのではないでしょうか。どう旧ジャニーズ解体でやめジャニが天下を取るのだろうかそして、赤西軍団はお台場を制する。